どれどれテイミニッツ,ーニツーラブリーズの宮崎莉央です、柳崎です。このどれどれテイミニッツは本編の収録後すぐの10分間をお届けする番組です、すはい。さあということで、うん、今回の、えー、どれどれラブリーズは、モ、はい、ーニング娘。18の生田体りなちゃん、羽ガアカネちゃんからコメントいただきました。いただきましたー。<laughs> いただきましたー。いただきました。ということで、はい、あのー、コメントいただいたんですけれども、はい、なんか。 質問したことをさうちらからこう,うん、うん、どんな質問したいみたいな聞かれてさ質問するやんか、ええ、それに対してこう返ってくるのって嬉しいね嬉しいよねロ <laughs> ッ <laughs> よな <laughs> <laughs> 何食べ物ランキングも聞いたりね<う>さっきほんまによくいろんな人に聞いてるだってさそれでさ、うん、その人のこと大体わかるやん。 やしね人間って好きなものより嫌いなものの話した方が仲良くなれるんやってえでもさきぴょんが聞いてんのって好きなものなのえ実はそうでしたやったらやぎさん嫌いな食べ物ランキング聞いた方がいいよでもコメントやからさこう話すわけじゃない直接「はいはいはい」って話すわけじゃないからだから嫌いなものの共通え 間違えましたょういいだからリーターさんもこれから仲良くなりたい人とは嫌いなものの話して分かっただからえさっきぴょん好きな食べ物なんですかさっきあれあれ <laughs> あれ仲良くなりたくないんかな <laughs> おかしいな <laughs> なるほどねそうそう,そう,そうなんやなんか盛り上がるんやってそっちの方が<ー>人間はなんかそうらしい <laughs> 今度やってみようじゃとかでやってみよう 嫌いな食べ物聞いてだからハローの皆さんとかにやってみようそう急に <laughs> 嫌いな食べ物なんですか、うん、ってやめんどこリオまで変なっと思うもしさっき思想が嫌いなんやけどさ、うん、あっちも思想ってですよねってなるやん、うん、あのー、あれが無理ですよねそう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 ってなるから盛り上がって仲良くなれるらしい美味しいもんでもなるくないうんそれどこ情報なんかどっか 心理,<あ>心理学校かかこれ信憑性ないですね, <laughs> ね信憑性とかそういう言葉って何か難しそうな言葉ってあっほさが増している増してないわ増して人のことなリーターさんがなアホなさっきの扱いするせいでさいろんな人がさっきアホな扱いされてんね,んね違うアホな扱いのわけじゃなくて <laughs> アホなんやもんアホじゃないもんえ,え近くなし,近くなし <laughs> でほんまになんかさこれさちょっと言わしてもらいたいけどさ、うん、なんかここでさ、まあ、リーターさんにアホにされるのはまあ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 ,まあ,まあって感じだけどさ <laughs> リーターさんがアホにしてさじゃあさきぴょんはみんなあのアホな扱いしていいんやっていう世の中になってるのよ <laughs> それはいかがのものかがなのっってさっきは思ういやそりゃやほない扱いされていい時もあるけど、うん、<laughs> 美味しいなと思う時もあるけど <laughs> んでも時々「あれちょっとちょっとちょっちょっちとょ」みたいな「お前はちゃうぞ」って、ね、<laughs> お前はちゃうのがお前けど「<laughs> おにおくちょっと限度がありますよね」とかあるから「<laughs> そんな仲良くないぞと」と <laughs> <laughs> そんなそこまで甘えてるちょっとやめてよ。<laughs> <laughs> けどそういうとこがあるよね <laughs> ちょっと。八木さんこういじられキャラのくせにね傷 <laughs> つきやすいっていう難点がございますね <laughs> 皆さん <laughs> そうやんねんさっきもめんどくさい人やから嫌われちゃうからねさっき嫌いになったらどことん嫌いになっちゃうから <laughs> <laughs> 嫌いな人ランキングとかつけちゃうからほんまによ違うよファンの人とかじゃないよいや誰でも問題はその嫌いな人ランキングってに過ごしててさっきあの人嫌いって思った人類ほぼ好きやね先さっきはだけど嫌いな人はなんか5人とかおんね世界中でいやめっちゃ限られてるやんそこをランキングつけてんねで逆に昔になったらもう好きに入るから そうなんよ、うん、全員好き無関い…え無関心になって好きに入るうんだから人類みんな好き人類みんな好きす,すちょっと言い直しても分かんないですけどなき <laughs> <ー>がなんかもうこの人無理ってなったらもうさっきのランキングにぷいって入るから <laughs> よく存じておりますけど <laughs> 大丈夫リーターさん入ったことない <laughs> 入ってたらびっくりするわ <laughs> <laughs> でも大丈夫さっきちょっとしたことでまた好きになるから <laughs> 大丈夫よさっきの普通やからね <laughs> 傷ついた嘘やんじゃあさっきはこうさっきたちはこんな話をしたいんじゃなかったなんかりーたんさんは言いたいことがあったんじゃないの<笑><笑>そんな振りされてまで言う話でもないからさ振り方り何か言いたいことが <laughs> <laughs> あったんじゃないんですかあのさ前回のさ「テテミニッツ」でさ、はい、ご飯食べに行った時。 にこういうことさごめんごめんこういうのしたくなんねんこれさ別にもこれ収録やからまだあれやけど二人っきりの時にこれするからさほんとにごめんごめんもうお邪魔して普段からこのテンションで話してるうちらやばいよなそうそうご飯食べに行った時に「お釣り大丈夫です」って言って店員さんが困ってたっていう話をしてたじゃないでも私その後にも同じ場所ごとに遭遇したの えまたあの場所行ったあ違う違う同じ場所に行ってきのまたあの食堂に行ったの違う違う全然違うところなんやけどあのご飯屋さんに行った時にあのお釣り大丈夫ですじゃなくってじゃなくてお釣り貯金しといてあ貯金じゃい間違った募金しといてって募金ねコンビニはコンビニコンビニで前に並んだはったしかも家族連れのねちっちゃい子供がいるお父さんが いかつかったんやけどやっぱ人は見た目じゃないなと思ったんですけどあのいやあのお釣りパッてもらおうし分かんないんやけど多分ちょっとの答えと思うんやけどでもそのちょっとをパッて出してま子供もいるし「残り募金しといて」って言ってさって帰ってってこう言ったらいいやんと思ったらさあのまちょっとその レジの計算とか困るかも、募金やったら世界中の人に役立つもん、ね。そうそうそう、あ、いいな。いい人と思って、さっきもそれやろうかな。うん、あ、お釣り募金しといて。言い方。<laughs> <laughs> い方えー、めっちゃいい。そ,それそ,その言ってた。あとすぐにそれに遭遇したからさ。うんあ ななるほどねと思ってなんかさ私らもさその、うん、オープニングアクトとか出させていただいた時に、うん、アルバムの手売り販売させてもらうんですけど、うん、その隣で結構募金箱、うん、震災の募金箱が置いてあって、うん、結構な人が。うん あの専用札とか入れていくん、うん、てるね,ねでさっきそれ見てすごい素敵やなと思ってさ、うん、その言うたらアイドルをさ見に来て、うん、その募金箱に入れるってさなんかすごいいいことやな、うん、だっなそれでさ言ったら写真も変えるわけやんかや、ね、言ったらそれを募金してるのを見てすごい私はいつも心が温まっております。ね。 金ってすごいよだってそんなね、うんうん、なかなかできることじゃないですよさっきおばあさんがお金落としてたじゃらじゃらじゃらって <laughs> しかもさ、うん、そのお金落としてるところに、まあ、お店の人とかがみんな掛け合ってしてたけどさきぴょんも行くから何するんかなと思ったら「<laughs> ここにありますよ」って <laughs>「拾いません」っていうしかもここにありますよおばあさん気づいてないからさ <laughs> もはやもう普通に取ろうとしてたからさ違う では、なんかただただ寄ってった人みたいにな,な、なんか。何してんのやろうと思って <laughs> あ、林ぴょんや。<laughs> やめなさい。<laughs> すみません。<laughs> 林ぴょんやじゃないです。おはようございます。すまおはようございます。<笑><笑><笑>そう、それでね、うん、その、のお金落ちてたから。私はなんか拾ったら、おばあさんに、うん、あ、この子、お、私のお、ちだお金取ったとっ思えても嫌やから。あ、わ、へんわ。<laughs> わからへんや。<laughs> だから、ここにもありますよって、こう、あの、百円玉を呼びさすっていう。<laughs> 紹介するだけ紹介して謎の、謎の行動をしてたななんか素通りするのも嫌やん,なんかそんななんか一応かけ寄ってここにもありますよって言って <laughs> もうすごいでもただその行動をおばあさん見てなかった、ね、<laughs> から <laughs> 見てなかった <laughs> めっっちゃ切なかっ、うん、見てなかった見てし普通にそこにあったやつ拾ってたてさっき昔交番の前で20円見つけて20円玉2枚落ちてて、うん、で20<う>ごめんなさい20円玉の,の<笑><笑><笑>10円玉十円玉を2枚落ちてて、うん、新しい効果作らないでください。<laughs> それも交番の前やからたったの20円から素通りするのも取るのもあかんやんそんなんだから交番の前から届けに行ったんよさっきは見てないよだって届けて友まし置いてて届けてくるっと回った瞬間にそのおまわりさんが爆笑してたらしい20円届けに来たぞみたいな感じで笑われてたらしい悲しい。 悲しいなでもよくあるよねなんかよく落ちてるけど、うん、私は端っこに寄せるあそうなんさっきは届けたよへえ20円もね20円いいことしてると思うちょっとのことですからねちょっとのことからコツコツと<あれ> <laughs> 貯金みたいな言い方してるけど <laughs> <laughs> 自立も。 知チ,、ねうん、チリも積もれば山となる <laughs> よく知ってましたお頭よろしいようで <laughs> ということでこのどれどれテーミニは毎週水曜日の夜にアップされますのでお楽しみに、うん、毎週金曜日夜10時20分から放送のどれどれラブリーズも聞いてください <laughs> 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 あゆえお <laughs> <laughs> 最新の放送はラジコでどれどれで検索してくださいどれどれ <laughs> ラブリーズって言いにくいよねラブリーズということで、うん、皆さんまたお会いしましょう、うん、バイバイ